聖パトリック旗、聖パトリック旗、聖パトリック旗は、聖パトリック十字からなる旗のことである。聖パトリック十字、セインツ・パトリック、エスクロスは、白字に赤いサルタや、斜め十字で構成される十字であり、アイルランド、そして、アイルランドの守護聖人である聖パトリックのシンボルと、見されている。文章学的な言い回しでは、アラザン、A、ソウルティア・グルズ、 アージェントにギュールズのサルタイアーという紋章技術となる。聖パトリック十字とアイルランドとの歴史的な面での関わりには疑問が持たれている。この十字は聖パトリック騎士団の勲章として使われていた。この騎士団は1783年にアイルランド王国の筆頭騎士団として創設されたもので後期には複数の機関の紋章や旗に使われていた。1801年。 合同法によってアイルランドがグレートブリテン王国に加わるとこのサルタイアーはユニオンフラッグに組み込まれたこの旗は未だに連合王国の旗として使われている聖パトリック旗はアイルランドのナショナリストからはイギリスの発明したものだとして拒絶されたそのため統一的に認められている旗は存在しないこの十字がはっきりと使われた最初期の記録は 聖パトリック騎士団のアイルランド総督、ジョージ・ニュージェントイコールテンプルイコールグレンビルがロンドンの上役に当てた1783年1月のものであ。聖パトリック騎士団は1783年に作られ、アイルランドに多くの自治権を与えた1782年法令に記された。騎士団はそのままアイルランド議会の政治的支援を得るための方法。 もしくはその支援に対する報酬となっていた。そのバッジで使われていた十字の期限ははっきりとしない。後年の多くの注釈者たちは、そのサルタイヤーは、フィッツジェラルド家、しくは、ジェラルディンの紋章から取られたものだと、単純に仮定した。第2代ラインスター公、ウィリアム・フィッツジェラルドはアイルランド貴族院の主要メンバーの一人であり、そして聖パトリック騎士団の創設メンバーの一人であった。 時間に追われていたテンプルに対して、マイケル・カーシーは、騎士団の紋章の基礎は、ガーター騎士団のそれを使い、そのジョージ・クロスを十五度の角度にしたものに変更するだけにしようと提案たという。しかしながら、それ以前に、アイルランドの紋章として使われていた証拠があるため、それらは論拠に乏しく、疑いがある。実態としては、これらは、ジェラルド家の紋章、時には、 スペインのブルゴーニュ十字として解釈されてきた。ケイン、アイルランドの紛争や政治の情報の収集、分析などを行っている団体のデータベースのウェブサイトにおいては、正常時事に対応するものとして17世紀、ダブリン城において英国当局によってデザインされたのが最初であるとしている。アイルランドの国章は16世紀以来、青字に銀紙を貼った金のハープである。 騎士団の赤いサルタイヤーは、時折近代の注釈者において、外国のシンボルであるとして非難される。それが、聖パトリックと結びつけられる以前は、X の形をしていなかったという。多くの資料をもって、サルタイヤーは1783年以前のアイルランドで使用されていたとされている。1480年頃に鋳造された複数のアイルランドのコイン、グローびハン。 グロートの裏面のデザインには、サルタイヤーが付いた盾が二つ描かれていた。当時、アイルランド総督には、キルデア博、ジェラルド・フィッツ・ジェラルドが付いており、この盾二つは、彼の紋章であると見られている。1601年から1602年のキンセール、包囲戦の時の英語、及びドイツ語の絵地図においては、アイルランド・スペイン連合軍は赤いサルタイヤーで、表されていた。 ただしこれはアイルランドの旗というよりもスペインの戦記であったブルゴーニュ十字であると考えられている。1612年からのものであるとはっきりしているダブリンのトリニティカレッジの紋章には二つの白塔に翻っている旗が見られる。一つは白地に赤十字のものでこれは正常時十字を表しているとされる。もう一つは白地に赤いサルタイヤーで こちらはアイルランドを表していると考えられている。三王国戦争間のアイルランドカトリック同盟の紋章に関する近年のレポートでは、各々において金地に赤サルタイアーの入った小区画を持っていたことが報告されている。1645年のダンカノン包囲戦のあるエチズにおいては、トマス・プレストンの連合軍はサルタイアーで示されていた。 1915年の旗に関する本では、1650年代後国境時代の短い期間に縦を4分したうち最小と4つ目に、正常寺十字が聖、アンドリュー十字が2番目に、そしてアイルランドを表現した白地に赤、サルタイヤーが3番目に置かれた旗を使っていたと主張する。ユニオンフラッグを描いたいくつかの図が、その中には、 ダイ・ウィレムが1661年頃に描いた変も含まれているには、1800年以降のユニオンフラッグのように赤、サルタイヤーを含むものも見られる。しかし、そのようなデザインを使っていたという公的な証拠はない。17世紀後半から18世紀におけるいくつかの地図と旗の本においては、白地に赤サルタイヤーの旗はアイルランドを表すものとして使われていた。 それらの中には、パウルス・ファンデア・デュッセン、パオルース・ファンデア・ズッセンの1690年頃のものや、ルネプチューン・フランスワのものも含まれており、1693年にアムステルダムで観光された海図においては、その上部には、ナーサ、下部には、イランドスと解説されていた。前者はドイツ語、後者はフランス語で、アイリッシュ。ジャンブラウ、ヤンブレイの1650年の地図では、 白地のサルタイヤーでアイルランドを表しており、いくつかの番ではハンドカラーリングによって赤が入っていた。幾人かの著者は聖ジョージや聖アンドリューと異なり、聖パトリックは殉教者ではないということをもって十字のシンボルを使うのは不適当だと述べている。しかしながら、その他にも聖パトリックと結びつけられた十字は存在している。古いハイクロスの中で、 セントパトリッククロスと呼ばれているものは、その聖人と伝説的な関わりを持つ場所に存在している。例えば、ロック・オブ・キャセルは、パトリキウスが、マンスター王に洗礼をした場所とされる。そして、聖パトリックの苦行が行われたとされるドニゴール州、ダーグ湖、ロッフダーグともに浮かぶステーションアイランド、ステーションアイランドにもある。18世紀までは、 リバプールにもセントパトリッククロスがあり、彼がアイルランドへ派遣される前に説法を、下であろう場所に置かれていた。名誉集はリナにおいて1970年に採用された紋章には、441年にパトリキウスが訪れたとされるリーグ墓地の岩にまれていた、聖パトリック十字をその構図に含んでいる。セントパトリックハンペニー効果では、パトリックは、 壮大司教十字が頭についた司教杖を持つ形で描かれている。1935年のある文章においては、アイルランドカトリック連合の時代において、本当の聖パトリック十字は四角い旗で、赤いサークルの緑地に白十字であった。と述べている。1679年のある文章学に関する小冊子においては、十字軍の折に、 アイルランドの民族によって生み出された紋章は黄色地に赤十字であったと述べている。1688年、ランドルーフ・ホームはこの十字、もしくはギュールズ十字をアイルランドのためのイパトリック十字であるとはっきり述べている。1914年のアイルランド義勇軍のゴールウェイ州部隊はこれに近い旗を、これはクロムウェルの時代に アイルランドの旗として使われていたものだとして採用している。パピーズライブラリーのコレクションに収蔵されているブロードサイドの中の一つ、ティーグとソーニー、もしくはイパトリック十字による大変に面白い、献身の無残なる成功。ビールのワーリーギングに変わるのこと。テアグエアンドソーニー、オアザーアンフォアチャネットサクセスオブ、エイディアー、ジョイス・ディボション・バイショートトン、パトリック、エスクロス。 being t r a n s f o r m d イ e トゥ n t o the dale, s ワールニングと呼ばれる1690年頃のものでは、アイルランド人、t e ーグ部別的な意味で、カトリック教徒、ひいては、アイルランド人を表すとスコットランド人、ソーニー部別的な意味で、スコットランド人が風車を、初めて見て、聖、アンドリュー十字架、聖パトリック十字架で抗論をする。この中で、 両者はステレオタイプ的な馬鹿として描かれている。以前は聖パトリックの祝日に紙もしくはリボンで作られた十字をつけるのは一般的な風習であった。しかしながら今に伝わっているそれらのバッジは多くの色があり、サルタイヤーというよりはまっすぐな形で着用されていた。リチャード・ジョンソンのキリスト教世界の七人の当時1608年。 の第二部では、聖パトリックに対する空想的な解説の最後に、アイルランド人はイングランドのみならずかの国において、いまだ彼の名を称えて、年一回の祭りを行い続けており、彼の冒険の象徴として、おのの帽子のクリスチャンクロスの下に赤いシルクの十字をつける、としている。無事転倒に配置されたアイルランド人兵士は、彼らの国の風習として、 聖パトリックの祝日に赤い十字をつけていたということが1628年の記録で伝わっている。1681年にアイルランドを旅行したトマス・ディナリー、トーマス・ダインリーは、アイルランド人は身分や境遇にかかわらず、帽子に十字をつけており、あるものはピン、あるものは緑のリボンである。と記している。ジョナサン・スウィーフトは1713年、 聖パトリックの祝日のステラに向けて、ザマルは十字で一杯で、私は世界全部がアイルランドのように感じました。と書いている。1740年代においてピン留めされるバッジは多彩な色の織布で作られていたが、1820年代には多色のデイジーパターンというシンプルなもので子供だけがつけるようになっていた。 1890年代にはそれらもほぼ絶滅し、緑色のギリシア十字が円形の紙の上に描かれているとうシンプルなもの、蒸気のバリナの紋章に誓いとなった。アイリッシュタイムスは1935年に、それらはダブリンの貧民街ではまだ売られているが1 0年よりは少なくなり、いくらかはビロード、もしくは刺繍の絹、またはポプリンで、 シャムロックとリボンを組み合わせた金紙の十字がついている。と報じている。騎士団の標語である、ラテン語で、誰が、私たちを引き離すのか。今日では北アイルランドの標語でもあるわ。聖パトリックの親愛なる兄弟騎士団、フレンドリーブラザーズ・オブ・ショートトン・パトリックもしくは、オーダー・オブ・ザ・フレンドリー・ブラザーズ・オブ・ショートトン、パトリックのものからの借用であったが、 統一への意欲を表す行為としては、政治的に適切であった。兄弟団の一部は末広がり十字を、聖パトリック十字とみなして、自分たちのバッジに使っていたと記録されている。ジェントルマンズ・マガジン、2786年に寄せられた手紙には、先細りではない十字入りの紋章がついた、兄弟団のチェーンのイラストが入っていた。当時における、 騎士団のバッジに対する複数の反応は、X 十字は、スコットランドの守護聖人の聖アンドリューの十字であるという不満が出た。しかしながら、現代の気象学においては、青と白のデザインのみがそう呼ばれると認められている。1783年2月のある新聞は、アイルランド人の胸は、血だらけの聖アンドリュー十字で飾られており、それはこの自然の島の守護聖人ではない。 と主張した。他の記事では、騎士団の星に入れられることによって、スコットランドの守護聖人聖アンドリューの十字は、アイルランドの聖パトリック騎士団に栄誉を授けることになる、中略、これは、常識的にも、そして国家の礼儀としても明らかな侮辱であると主張した。テンプル教、聖パトリック騎士団のデザインは彼に委任されていたへの、公開上は、これを繰り返し、 さらに細かくしている。これに対して、ウォーターフォードからの1785年の新聞記事はこう書いている。アイルランドの紋章は青字に金のハープである。これは初期の連合の旗をいてアイルランドを表していた。コモンウェルスキー、イングランドとアイルランド、1649年や五国教時代のジャック、イングランド、アイルランド、スコットランド、 1658年などがそれにあたる。また、イングランド王ジェームズ一世以来の王旗においても大きな位置を占めていた。その他には、ケルト十字やブリジット十字がアイルランドのシンボルとして使われたことがある。メイヌースのセント・パトリックス・カレッジの旗は、この聖パトリック旗であり、学位授予日やその他重要な日に形容される。 これは1997年に設立されたアイルランド国立大学名のス校のそれぞれのカレッジからは影響を受けない。北アイルランドの旗は議論の的であり、そのシンボルはその下にある政治的な違いを反映したものとなっている。セントパトリック旗は相互融和のシンボルとしてユニオンフラッグやアルスターバナーよりも政治的立場にないものとして、 しばしば使われる姿がプロユニオニストに見られ、かたやナショナリストではアイリッシュトリコロールが使用されている。この旗はアイルランド国教会の敷地内で形容が認められているものの一つであり、もう一つアングリカンコミニオンの旗がある。これは1999年の総会で取り決められたもので地域主義的な立場のものである。似たような考えは、 北アイルランド警察の新しいバッジの基礎でもある。デイビッド・マクナリー。北のユニオニスト政治家は北アイルランドのナンバープレートでもイングランド、スコットランド、そしてウェールズのプレートのように旗を使うことが認められるべきであると提案した。聖パトリック旗は北アイルランドの聖パトリックの祝日でもしばしば見られる。旗は セパトリックの埋葬地であるとされるダウン大聖堂の近くダウンパトリックにてパレードが行われる前ダウン州議会に渡される。グレートブリテン側においては2009年のクロイドンのパレードにおいてアイリッシュトリコロールの代わりに掲げられ一部の議員からは不満の声が出ることになった。これはブラッドフォード市議会において叩かれている。セパトリック十字を使うことは アイルランド共和国のポスト民族主義圧力団体リフォームムーブメントに支持され、彼らは連合王国との密接な関係を模索した。リフォームは自分たちのロゴにこの十字を取り入れている。ローンボールズの前頭大会、ザオール、アイランド・ボゲス方面、エス・アンドレーデス・ボールスでは、聖パトリック期のもとで競技が行われる。1800年合同法によって、 グレートブリテン王国とアイルランド王国は合併し、アイルランドを表すものとした赤サルタイヤーはユニオンフラッグの中に組み込まれた。その起源の不確実性とは関係なしに、白地のサルタイヤーは様々なアイルランドの組織とアイルランド以外のいくつかの組織の紋章に使われた。コークの首相には2つの塔のに赤、サルタイヤーが見え、これは1800年以前のバージョンにはなかった。 コルレーンの名前は聖パトリックから与えられたと言われていることからコルレーン区議会は聖パトリック十字を含んでいるロイヤル・アイリッシュ・アカデミーの1786年の元々の紋章にはサルタイアーは入っていなかったが1846年のそれには入っていた赤サルタイアーはアイルランドのクイーンズ大学1850年設立 1851年、紋章付与、1879年に、以降とその後継である、クイーンズ大学ベルファスト、クイーン、エス・ウナバーサチベルファスト、1908年設立、1910年紋章付与、の紋章にもあり、アイルランド王立外科医学院においても同様である。1902から12年頃に遡られる、王立ダブリン教会、の旗は赤、サルタイアを含むが、 この重要性は知られていない。ユニオニストの団体連合王国ガールスカウトから分かれたアイルランド自由国ガールスカウトにおいても1929年の設立からアイルランド憲法が制定され1937年までの間、その旗には聖パトリック十字が入っていた。1945年に制定されたアイルランド国教会のコナー主教区の文章には セイ・パトリックのスレミッシュでの霊俗を記念してセイ・パトリッジュ十字が入っている。パトリック十字は1914年に計画されたアイルランド義勇兵のダウン州部隊の旗に入っていた。アイルランド義勇軍のある記者はオライリーは十字がユニオンジャックのために別造されものであるということをわかるべきだと主張した。十字は1941年設立の アイルランド海運舎の選手機に採用され、これは1973年から9年にアイルランド大陸戦で使われた。これはアイルランド東大局の旗においても使われている。ジョン・バイニーコムによってデザインされた王立アイルランド考古学協会のバッジにはこの十字と四地域の紋章が入っている。ラスマインズとラスガーのアーバンク議会。 において1929年、街頭地区がダブリン市議会に吸収される1年前に制定された紋章では、セイ・パトリック十字とケルト十字が廃されていた。1930年代、セイ・パトリックの青、ショートトーン、パトリック、エスブルーが、下地のバリエーションが、ブルーシャツの旗やバッチンに採用された。この右派武装組織には保守派と左翼共和派である、 フィアナ・ホイル島に反発した初期のユニオニストが多少含まれていた。聖、アンドリュー・十字聖パトリック・十字そしてアルスターの赤い手を組み合わせた旗はアルスター分離派によって使われた。彼らはアイルランド共和国に加わらない形での北アイルランドの連合王国からの分離と独立を夢見ていた。イングランド国教会トゥルーロ市教区 1876年設立の紋章には、コーンウォールのケルト人遺跡の象徴として、パトリック十字を加えている。ローマカトリックのニューヨーク大司教区。この区の大聖堂は、聖パトリック大聖堂であるでも、この十字を取り入れている。オタワの聖パトリック高校の旗と交渉にも、この十字が入っている。白地に赤サルタヤーという特徴を持つ、その他の旗としては、 アラバマ州の旗がある。これは公式には、白地にクリムゾン色の聖アンドリュー十字としており、フロリダ州の旗とバルディビアの旗は、共にスペインのブルゴーニュ十字からである。ジャージーの旗は1693年のオランダ語の旗に関する本のナースさを、ジャージーと読み間違えたのが期限出るというナースさはオランダ語でアイリッシュである。ただしこれには、異説も多い。 ウェスト・ダンバートンシャイアの紋章は、さきのクライドバンク自由都市に由来しているが、この紋章は、デノックスの紋章由来の赤、サルタイアーを含んでいる。もっとも、聖パトリックの伝説的な生誕地であるオルド・キルパトリックはこの地区にあり、もし偶然の一致だとしたら、聖パトリック十字を連想させるのは、適切と考えられるかもしれない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。